キーパーは変わらずスアレスです。最終ラインは右から新井、内田、石井、阿部、アンカーに白井が入って、今日はインテリオールはヒョンと児玉のコンビです。右サイドに杉森が入って、左に浜下、そしてワントップ藤尾という攻撃陣です。キーパーは高木、最終ラインは変わらず右上恵比寿、真ん中にペレイラ、左三沢、ボランチは今日は羽田とエドワルドネットのコンビです。ウイングバックは右に増山、左に藤本和樹、シャドウの位置に梅崎と今日は町田が入ります。ワントップは前節スーパーゴールがありましたサムエルです。いや、間違いなくどのチームもそうですよね、はい。まあ、どういう状況であれやっぱりこういるメンバーでっていうところはやっぱ強いでしょうし、はい。まあ、誰が入っても同じようなこう戦い方をできないといけないっていうところがありますよね。さあ裏抜けた藤本、中にはサムエル、足元収まってシュート、今日も起用に応えましたサムエル。開始3分での先制点、大分10試合ぶりのサムエル、これが4得点目になります。もう一度見てみましょう、エドワルドネットからのボールでした。作りのところからなんですけども、はい。まあ、新井が少しこうボールの処理を、ね、難しくしたところで、まあ、そこを、まあ、藤本がしっかり狙ってましたよね。あとは奪った瞬間のところは、まあ、サウェールしっかりと、まあ、ボールサイドに寄ってきて、まあ、自分の懐に、まあ、左足の前に、まあ、トラップできたことが大きかったでしょうね。阿部につなぎます。今もサムエルと石井が1対1の状況になってましたし、はい。まあ、競り勝ったのはサムエルで、まあ、その後ろ藤本行ってましたから。さあ中にヒョンが切り込んでいく、右のスペース浜下、倒れてアドバンテージを見ます。ペナルティエリアの中に入った浜下、仕掛けてシュート、ポストを叩きました。大分のディフェンス陣はゴール前に釘付けの状態です。反転してヒョンが前に出る、縦に入れて新井のクロス、藤尾の前だ、こぼれた、杉森倒れてファールはない。このこぼれ球ヒョン、阿部のシュート、倒れたシーンがおそらくファールではないかという、そういった抗議ですかね、はい。この後のシーンですよね、はい。町田が受けて右、ウェービスが上がってきています。増山縦に入れてウェービス、クロスが来た、梅崎がいる、こぼれ球、増山が拾いに行きます。ここも体を使って前に出る、中に入れて町田、浮かせてきた梅崎のシュート、追加点は大分、梅崎司、久々のゴールが生まれました。2対0、さらにリードを広げています。いや、これはサポーター嬉しいでしょうね。そうですね、まあ、サイドで増山がしっかりとこう勝てたということと、この町田のワンタッチのパスもね、まあ、効きましたよね。まあ、上崎が、まあ、胸トラップで、まあ、少し自分の意図したところとは違ったと思うんですけども、まあ、しっかりとワンバウンドしたボールを、まあ、上から体をかぶせながらね、まあ、逆サイドネット、まあ、この辺は技術本当に高いですし、はい。まあ、見事でしたね。まあ、対して大分の下平監督は後半の15分を特に集中して相手にやらせない、ディフェンスはスライドして我慢強くという守備の指示です。まあ、もちろん2対0の状況で、ね、相手が出てくるっていうところはね、はい、想定内ですし、スペースが空いて白井ミドル狙った、こぼれだの押し込めるか、押し込んだ、最後藤尾が決めていきました。悔しさ鬱憤を晴らすかのように無人のボールに力強く蹴り込んでいきました藤尾翔太。そうですね、やはりこう全体、まあ、大分の、まあ、押し込むところもありましたし、あとはこうシュートはやっぱり少なかったですから、はい。まあ、白井思い切ってこう打ったことで、まあ、ディフェクションがありましたし、まあ、そこに対してこの2トップですよね。まあ、最後藤尾決めましたけども、この2トップがまあ、いることで両センターバックもなかなかこうボールホルダーに、まあ、いけない、思いのぶつかり合う後半です。このこぼれ球狙ってきた野村、迷わず左足を合わせてきました。相手を引きつけて左に空いたスペース、さあ西矢得意のポジション、またしても西矢、新井に預けて新井のシュート、何かが起きるかもしれない、そういった思いがあるでしょう新井、ね。ミドルに対して このアプローチがね、やっぱりいけないですよね大分は。シンプルにクロスが来る、この流れたボール、西矢のスペース、
も仕掛けてきた。白井に入る。白井のシュート。またしてもこの男の劇的な同点弾。白井英二がチームを救いました。土壇場で同点に追いつきました。ホームの徳島。同点ゴールを演出。まずはサイドで西矢がこう相手を引きつけたんですけども。まあ、少しこうマイナスのところに白井が入ってきて、はい、前で羽田がねアプローチ来るんですけども、そこでまあ重心を逆を取ったんですよね。まあ、最初かわしたタイミングで羽田がもう一度こう足を伸ばしてきましたから、そこでもう一度こうここで持ち直すんですよね。今手元の時計では目安の6分を迎えました。痛み分け、今笛が吹かれました。共にピッチに選手が倒れ込みます。勝ち点3を手にすることはできませんでした。わずかにブーイングも聞かれましたが、それ以上に大きな拍手が両チームの選手たちに届けられます。